はいどうも、亮平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は翔平の EBC 野球部での試合の様子をお届けいたします。普段はね、翔平監督なんですけれども、監督だけでなく選手としても出場しております。さあ、1打席目お、はや翔平も思わずハイハイとつぶやいております。いただいてますね。スピードボールに対応することができるのか。お次のボール打った、これがギャツンと振り抜いた打球はレフトへ。ただこれは大きい放物を描くもファールとなります。ただね、アジャストできています。イメージのままこのまま打席に進めていきたいです。まあね、そんなこと言わずに三振なんかせずにガツンと飛ばすことができるのか。触れてますからね、このままの形で次のボールもガツンと捉えることができるのか。これは外に外れてボール、ふーと言っていますね。ただしっかりとボールは見れています。2ボール1ストライクとなってバッティングカウント。思わずね、うおーって言ってしまってますね。えげつない速のスライダー、際どいボールも打っていかなきゃいけませんが、なんとかチャンスを作りたい。豪快なフルスイングから放たれたキュルキュルゴロが生まれました。そしてワスワスセーフー。これでそれてる間にセカンドへも行きます。形はどうであれチャンスを作りました。はい、そして得点圏で打席には背番号5番近藤選手。ここはデッドボールで出塁し1、2塁に。そしてめちゃくちゃ粘る男加藤選手、配属しっかりと見ます。ワンボール、お次のボール、これまっすぐ見ましてストライク。ワンボールワンストライク、これインハイのボール見送ってツーボールワンストライク。さあ、お次のボール、これが逆方向へ鋭い打球も放つもファールとなります。さあ、ここからが真骨頂、ファール。いずれ簡単にはアウトにならない。そしてこれ外のスライダー、止まる、手が止まります。フルカウントということでね、ツーアウトのフルカウントなので翔平はスタート切ります。そしてファール、はい、またファールです。翔平戻ります。はい、そしてこれもファール。さあ、次もね、2球連続でファールです。さあ、粘るのか。次も、はい、次も粘る、またまたファールで、いい運動になっています。少し痩せるかな、これで。はい、3球連続ファールでした。さあ、4球連続となるのが、これが打った、低めのボールを作った、レフトを越えていく、長打コース。翔平がまずホームイン、そして近藤選手もホームイン、2者生還のタイムリースリーベース、ナイスバッティング。そして翔平の2打席目、初球から振っていきます。積極的です。甘いボールはね、初球からでもどんどん振っていくスタイル、そこはどのチームにいても変わりません。さあ、お次ボール、これスライダーに手が出てしまいますが、ただね、ランナーがスタートを切っていて盗塁成功、チャンスとなります。ただこれ外のキレッキレのスライダー、三振となってしまいます。はい、別の試合でも選手兼監督で翔平出場しております。はい、ここもね、1打席目の初球から打っていきます。これ外、うわ、いいボール、ツーストライクと追い込まれます。さあ、粘れるか。これは打たされるような形でサードゴロとなってしまいます。ちょっとね、あの1球目2球目でそそっと追い込まれたのがね、やっぱピッチャー余裕持てますよね。はい、そしてお次の打席も初球から豪快にスイングしていきます。ただね、振るって脅威ですからね、めちゃくちゃ思いっきり振られるとピッチャーも嫌でしょう。はい、そしてこれインコースでね、体に近いボールを避けてワンボールワンストライクに。さあ、狙いを絞ってこれ外外れてボール、スライダーですかね。はい、そしてお次のボール、これも外外れます。カウント3ボール1ストライクで打者有利のカウントです。
はい、これも外のボールしっかりと選んでフォアボールで出塁します。フォアボールもねヒットと一緒ですから、やっぱり最初のフルスイングと効いてるんじゃないですかね。はい、そしてこの日の最終打席、なんとかねヒット1本出したいところです。まず初球、これインハイ、はい、次のボールピッチャー攻めてきます。さあ2球目、外、いやインハイの後のアウトローはなかなか手出ないですよね。相手のピッチャーナイスピッチです。さあ内外を取って次のボールはまたインコース、さっきよりも厳しいですかね。ピッチャー強気ですね。はい、フルスイング、高めのボールね思いっきり振っていきました。タッツーストライクなので、ただ広くいったところ、食らいついて簡単には三振しません。ここからはねもうコンパクトです。コンパクトにミートしていく、逆方向へ。さあこの打球は落ちた落ちた、ヒットとなり長打コースになります。さあそしてセカンド悠々到達、ツーベースヒットでベンチにガッツポーズ。はい、そしてここデッドボールとなりランナーを貯めます。これね翔平スタート切ってたんで、またね走りましたね。いや、いいです。その後翔平ホームイン、さらにランナー満塁となったところですが、その後得点に入らず、この試合は敗北となってしまいました。 EBC のリンクは概要欄から、チャンネル登録よろしくお願いします。